な、何作るんだっけ、えと。唐揚げ、唐揚げ。唐揚げ、そう、ソイミートを使った唐揚げと、あともう一つ大好きなのが。ハンバーグ。ハンバーグ。とパン。パン、ハンバーグとパンを作ります。イエーイ。うちでは結構お肉を使わないでソイミートを使うことが多いんですけれども、こちらのラベジって読むのかな、スタイリストの岡ゆかりさんがやっているこのラベジっていうブランドのソイミートがすごく好きで、こんな感じでソイミートって、大豆なんですけれども、この乾燥した状態でこういう透明のパーツにすごいたくさん入って売ってます。で、今日はちょっと初めて使ってみるのがこっち の、 同じくソイミートのミンチタイプを使ってハンバーグもちょっと作ってみたいと思います。ちなみにミンチはこういう感じ、すごいね、サラサラの乾燥したこういうミンチが入ってます。どんな味と思うかもしれないんですけれども、結構料理の仕方によってはすごいもうほとんどお肉と感じがわからない、本当に味付けをしっかり濃いのですると全然お肉と変わらないようなものになります。ここの唐揚げ、ここで作る、これで作る唐揚げがすごい大好きで、いつも唐揚げを作る時だってすごくお手伝いをしてくれるので、今日はこれを使って一緒に作っていきます。イエーイ、はい、でまずはこのサイミートは乾燥している状態なのでお湯で戻す必要があります。さあ、これね、ちょっとパラパラした状態なんですけど、ここに入れていきます。エイトが入れてください。一個最後に、オッケー。で、ここにお湯を入れていきます。ちょっとこれお湯は熱いから私がやるね。はい、こんな感じで湯戻しするので、今普通に熱湯を上から入れました。あともう一つこっちも、で、これここに入れてください。あー、入れたい、入れたいこれね、あ、開いてない、開けられる、はい、はい、全部じゃーって入れてください。全部、はい、全部、はい、全部、はい、こんな感じ でこっちも、もうね、すぐ何分ぐらいだろう、5分もしないぐらいで簡単に湯戻しができます。こんな感じで入れていきます。はい、こんな感じです。じゃあちょっとひしばし待ちます。今ちょうど鍋に水を700入れました。醤油を100ぐらい入れます。あれ、これ醤油が100に対して料理酒を50ぐらい、あ、ちょっと1ぐらい、あとみりんも50ぐらい、あとはね、ニンニク、もちろんすりおろしてもいいんだけど、ちょっと時短のために今日はチューブを使います。結構多め、15cm ぐらい。生姜は10cm くらい入りました。はい、こんな感じで、で、火にかけときます。これをつけだれを今作ったの、火にかけときます。湯戻しした唐揚げのお湯はもう結構こんな感じでふやけてすごい大きくなるんだけど、こんな感じでなって、はい、まあ、これを絞っていくんですけど、ちょっと熱いのよこれ、うん、熱いからもうこういう風に押しちゃうの。これもね、なんかスタイリストのゆかりさんが前ね言ってた。でもこれだと切り切れないから、結局ちょっとは手でやるんだけど最初にこうやってしっかりやっときます。すごくない？もう見た目がさ、結構お肉でしょ、うん、ね、こんな感じ、結構繊維があるから、あのね、味がめちゃくちゃ染み込むのよ。
でカラッとなる。あ、そうそう、本当に全然カラッとなるし、食感も結構お肉っぽい。でこんな感じで今まだ煮立ってないの。いいよ。こういう感じで鍋に入れてね、そのままこれをもうつけちゃいます。ね。はい。でこのままちょっとつけてしばらく煮込んでおきます。はい。じゃあ次これね。こっち。バージョン。これ私初めて使うんだよね。すごいね、なんかこのミート感ね。ミート感すごいね。もうなんかそぼろっぽいよね。ね、そぼろみたい。ね、これの、うん、このまま食べれそうだけど、まあ食べれないけど。こんな感じで。手だとすごい量大変なんだ。これハンバーグになるんだよ。だけパンは。パンはハンバーグの中に入れるんだよ。じゃあ横でエイト、パンちぎる？ん？この中に。はい。ちょっとだけ。もうちょっと。ちょっと少ないエイト。エイトで少なすぎ。もっと全部。できたー。ちょっとだよ。何個とかじゃないから、これ液体だからね、パンがね、浸るぐらい。もうちょっと全然入れていいよ。もうちょい。ありがとうございます。こんな感じ。はい、じゃあちょっと置いてきます。はい、唐揚げを揚げていきます。ミンチ何個？これコンソメだけ？コンソメとバターだけ。すごい食べるのこれ。完成。キュッとして。はい、じゃあ次エイト。はい、一番肝心なここにひっくり返す。いくよ。せーの。白いご飯をもくもくと。エイトはね、順番に食べる派なんだよね。まずご飯を食べて、唐揚げは人参の次。人参の次か。そのご飯の次が人参なんだ。おお、味はどうですか？おいしい。イエーイ。大成功。結局エイトがもう唐揚げだけ作って満足したので、精神がハンバーグを作ってくれてます。結局ね、卵とソイミートと、さっきエイトが作った食パンのミルク浸し、こちらをきっとコネコネしてくれるのでしょう。かっこ精神が。こんばんは、エイトです。次は何を作るんですか？ハンバーグです。ハンバーグのパンをまずまずします。イエーイ。そしてまずまずどう？次ね、これ入れるよ。振らないで。はい、はい、お塩ください、はい、はい、塩、次こっちやって。あ、いいか、いいか、いいか。全部食べる。そうだ、はい、エイトしよう。うん、はい、おー、いくよー。で
見る？あ、できたハロウィンのかぼちゃなんです、これ実は。ただの四角い塊に見えるのは私だけ？うん、いい感じ。行くよ行くよ。おお、ミキー、ちょっと顔が欠けたぞ。おお、ちょいこげ。いい。ごめんね。これあんた。ハンバーグになりました。ミッキーからハンバーグに大変身。